はい、皆さんこんにちは。今日は久しぶりにバンドインナボックスの話題をしたいと思います。先日、バンドインナボックスのバージョン29という日本の最新バージョンをゲットしました。バンドインナボックスというのはスタンドアロンと今画面にありますように DAW のプラグインとして動くモードと大きく2つに分かれます。ここでこのようにコード進行を入れてあります。すごくオーソドックスなコード進行です。そして、ここ17A となってますが、B メロというふうに、こういうふうにしておきます。そして、全部で32小節で、エンディングが CC と2小節ある。こういうような音楽です。これで一度作ってみます。これはどのようにするかと言いましたら、選択というのを押しまして、スタイルを選択というのをします。すると、このように何千というようなパターンがありまして、あとはこれを選ぶだけです。たくさんありすぎるのでですね、今僕はポップスというのを選んでいます。モダンポップというのにしておきましょう。そして、ここらを選びます。ハウステクノ。これを選んでみましょう。そして OK を押します。すると、このように楽器が並びまして、この生成というところから、電スタイルトラックというのにします。また、次の機会にこのスタイルトラックであったりとか、マルチリフとか、こういういろいろあるんですけれども、それは今回はもう端折りまして、簡単に説明をしたいと思います。このスタイルトラックという今見えているトラックを生成としましたら、ちょっと見にくいんですが、画面のこの上の方に青いバーがこのように動いていきます。そしてトラックを生成しましたという風になります。このようになりましたら、はい。このようにもう伴奏ができたわけです。ちょっとテンポを速くしてみます。今90です。これを110ぐらいにしてみましょう。そして DAW の方のテンポも同じように合わせておきます。そうしましたら今画面の方ではこう110と90ということで色が変わっていますが、これを110に変えると、すると、ここが110テンポという風に変わります。これでもう一度生成をします。しばらく待っていると、また生成が終わります。はい。ここで閉じます。そうしましたら、左の方に WAV と書いたボタンが5トラック分できています。そして右の方には、これは MIDI です。オレンジ色をしています。これは MIDI トラックと両方あるということです。そしてこれをドラッグするだけで生成ができます。青いこの全トラックをこのように持っていくと、はい。このようにトラックができました。2小節のリードインというのがあるので、実際は3小節目から始まっています。そうしましたら、本来はこちらがいらなくなります。こちらだけで再生できますので、ちょっとやってみましょう。このインストゥルメントトラックは一応ミュートにしておきます。もうオーディオだけで再生ができるわけです。はい。
このようにオーディオのトラックがこんな簡単にできました。もう一度アレンジを変えてみたいと思います。選択からスタイル選択します。はい、全く違うようなものをやりますが、ここに110というのもあるので、これを選んでみます。はい、OK を押します。別に110じゃなくてもいいです。だいたい80ぐらいから120、30ぐらいまでのスピードで合います。極端に差があるのはあまり雰囲気が合わないかもわかりません。これで OK を押します。そうしましたらもちろんこのようにトラックの色も変わりました。そしてここで黄色になっているということはすべてミディでできているということです。ですから生成も早いです。ここでもう一度デンスタイルトラックをします。はい。これで出来上がりました。そして、ミディの場合は音源が必要です。これもこのようにドラッグしたら、このようにミディのデータがドラッグできるわけです。そこで、まあ、これシンセベースとなっていますが、ベースのトラックを入れてみましょう。はい。ここで Easy Bass を入れたいと思います。そしたらこのようになります。今日は完成品を作ることが目的じゃないですので、これでどんな風にベースが弾かれるかソロにして聞いてみます。はい。ちょっと音が飛んだようになっていますが、これはどうしてかというと、このミディを確認しましたら、かなり低い音があって、再生できないものもあるからです。じゃあ、これでこのトラックをもっと上の方に上げてみましょう。ベースのトラックだけを見えるようにします。はい。このような状態ですね。そして、もう少し1オクターブ上に上げておきます。すべてを選択してシフトで上に上げます。これでちょっと聞いてみましょう。はい。もう一つだけ楽器をやってみたいと思います。ここにクラビっていうのがあります。まあ何でもいいんですけれども、ピアノを入れたいと思いますので、ここの3つ目のトラックを入れたいと思います。はい、ピアノ音源を入れたいと思います。これで2つのトラックをソロにしてありますので、鳴らしてみましょう。はい、こんな風にできるわけです。もっと違うようなバリエーションをやってみます。この一番上から下まで一度消したいと思います。そして、もう少しカントリーっぽいような音楽にします。ニューオーリンズスイングポップというのを、これをやってみましょう。じゃあ、また生成をします。はい。じゃあ、これで、ドラッグドロップ。はい、聞いてみます。はい。
じゃあここにこの8小節を選択しておきまして、そしてマルチリフというのをやってみます。これはどんなものかというのは見ればわかります。はい、このような先ほどとはちょっと変わったものが出てきました。ここにサックスが並んでいますが、このサックスのソロをちょっと入れてみたいと思います。じゃあこれを選択します。 OK をします。そうするとここに1から7つのリフのパターンが出ました。これで作ってみます。もうスタイルはできていますので、リフだけを生成します。そして初めの8小節だけにしたいですので、選択範囲のマルチリフというのを選びます。しばらくするとまた緑色が出てきます。これにはすべてミディのデータもあります。ミディのデータですので、このリフを自分で簡単に修正することもできますが、ここでちょっとトラックを細めにしておきます。そしてここでこれをドラッグするか、もしくはここの7つの中でこの下の6個は今ミュートになっています。ですからここででも試し聞きをすることができます。トラックはこのトラックテーブルというのを見ると、すべてのトラックが出てきます。このようにリフができていますので、これを DAW の方に持って行ってみましょう。ちょっと初めのリードインがありますので、ここで先頭を合わします。一番上のリフだけ聞いてみましょう。はい、まだちょっと合わせ足らないかもわかりませんが、次のリフを聞いてみましょう。このようにして候補を選んでいけます。はい、とっても簡単ですよね。バンドインナボックスというのはこのように究極の時短と言っても過言じゃありません。そして先ほども言いましたように、これで決まればこのミディのトラックをこのように入れてみます。そしてこれに音源を入れればいいわけです。まあ適当な音源、ピアノをちょっと入れてみましょう。ソロにしてみます。じゃあ一緒に鳴らしてみましょう。はい、今日はこれ以上難しいところはやめておきます。皆さんがこれを見てバンドインナボックスというのがどういうものか知らない、日本の YouTube 動画などではこのプラグインモードで解説しているのは皆無に近いです。ですからこの使い方をもっと勉強できるように、そして皆さんが関心を持っていただいたらもっといろいろやっていけると思うんですね。例えばこのコードありますよね。このコードはここで
シフトキーを押しながらずーっと引っ張っていくと、ミディを書き出しすることができます。こういうことですね。はい。そしたら、前にこのカウントインがあるんですけれども、これでミディができました。こういうことですね。ちょっとこのカウントだけは切っておきますね。そしたら、ここで、これを、コードトラックを出しまして、そこにピュッと持ち上げると。はい。このように、コードが一気にできるわけですね。正しいかどうか、ちょっと見てみましょう。はい。CF、Am、Dm というふうに、このようになっていますよね。こうなったら、もう UJAM とか使うときに、ちょっとこのコードは5和音ぐらいあって複雑ですので、一旦これは消します。消してもう少し簡単にできるように、このように選択して、このトラックに持ってくればいいわけです。そしたら、このように少し簡単なコードになりました。例えば、これをちょっとオクターブ上げておきますね。はい。これで C4 より上に行きましたから、もうあとは UJAM などを使いまして、ギターを入れ替えるとかですね。はい。アルペジオギターを入れてみましょう。はい。こんな感じになりましたので、どんな風に演奏できるか、ちょっとソロにしましょう。わかりやすいように。はい、合わせます。はい。リズムが合っていませんので、これでどんなフレーズがいいか、これで試せばいいわけです。はい。まだ、スイングの状態とかが合っていませんが、まあ、そういうところも、もう少しきっちりやりたいと思います。綺麗にね、合わしたりすることもできますので、こういう風な形で、どん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 、和音さえあれば、どんなこともできますので、簡単に、こうやってアレンジを追加していくこともできます。今日は、そんな形で、DAW に、バンドインなボックスを追加して即興アレンジをしてしまうというようなところを皆さんに見ていただきました。ご視聴ありがとうございました。